チームメンバーが来るのか。キューマ、キングキングキングマネなんだよ、キューマ、マジか。マジか、マジか、マジか。出てきて、出てきた。マジかですね。どうしてはい、KOZ ことコーズです。今回は、結構ね珍しいものを、紹介したいと思います。まあ皆さんも、ご存知かと思いますけれども、今ねいろいろとコラボしてます、商品、それがね、ビックリマンチョコです。はい、それのね、まあ当時、今の30代後半から40代の人でしたら、すごく思い出があるんじゃないでしょうか。はい、今回ご紹介するのはそのビックリマンならぬビックリマンのパチ。そう、あの伝説の、ビックリマンパチ会社コスモス。はい、こちらのね、実物の自動販売機を手に入れました。はい、はい、ということでね、皆さん見て分かる通りこれ当時のままの、台紙です。はい、いやすごいね。いやもうね、もうすごいですよ。もう外観はねもうほんと結構もうほんと劣化がねやっぱしちゃってるんでね、もう30何年前になっちゃうから、もうねガチャガチャのねこれもすごい錆びちゃってるから、いやでもねこの台紙がねすごい残ってるのは結構レアなパターンだと思いますね。しかもね結構初期の台紙ですね。はい、まあねそれをまあ別の段だとここに何段って書いてるんですよね。まあ一丁前にねビックリマンバチってるくせにね、まあこれにね、当時私は幼心に、傷つきましたよまあねそれは後でご紹介しますけれども、まあ、とりあえず外観をね、チェックしてみましょうかね。はい、はい、ということでね、ちょっと外観をねチェックしていきたいと思います。まずね、もう早速ここにね、見本以外の商品が出る場合もありますっていうね、なんでやねん、もうかなりインチキ臭い、こと書いてますけどね。はい、で、1回100円玉です。100円玉以外使いません。はい、でね、結構もうここら辺も劣化が激しいですね。金属部分がね、でここにコスモスとね、しっかり、社名がロゴされてますね。はい、でまあここら辺も結構ねもう痛みとかあるんですけれども、まあここばっかけたりとかね。で一番ね結構要となる、コスモス、こちらですね。ロゴはね皆さん、見たことあるんじゃないでしょうかね。うん、まあ、伝説の会社ですよね。ビックリマンのね、ロッテにね訴えられてね倒産してしまいましたけれども、それまで荒稼ぎしてたっていうね。はい、で中身はっていうとね、当時の、シール入ってます。はい、カプセル自体はね最近のカプセルだと思うんですけれども、見てください。はい、必殺のロッテならぬロッチ。いやあ、これ当時泣いたなぁ。ロッテじゃねえじゃんってね。手の棒を突き抜けてロッチになってるし、みたいな。そういう感じで泣かされましたね。パチモンやんってね。で、まあ、ワンカプセル、これはね、1枚しか入ってないんですけど、まあ、大体5枚から10枚ぐらいは入ってたんじゃないですかね、当時はね。でまあ一応ね、こうでざっと見るとね、まあ悪魔お守りとかね、いろいろ入ってますね。天使もあるはず。天使はここですね。はい、天使。うん。まあ、俺も中身全部見てはないんだけど、
おそらくまあスーパーゼウスとかのヘッドは入ってないでしょうね。まあ、前の持ち主が、多分、取り除いていると思いますね。はい。まあ、で、ここが天井部分ですね。鍵穴は完全にもうないですね。はい。ここら辺は別にね、いいんですけれどもね。これは普通にまあ、中をパカッとね、外せる状態にあります。まあ、次、ちょっとご紹介したいと思います。とりあえず今ね、ざっとね、見て回りたいと思います。まあ、背面はこんな感じ。まあね、年数の割にはそこまでもう、ボッコボコにぶっ壊れてるっていうんじゃないですね。はい。という感じでね、じゃあね、まあ、実際ね、ちょっとお金入れて回して動作確認してみますか。はい。はい。ということでね、じゃあ実際にね、お金入れてね、回してみましょう。果たして、何が出るか。天使悪魔お守り。今度からね、動画ちょっとこれを一回回して、天使悪魔お守り、どれが出るかによって、まあいいや。とりあえずね、次から動画ちょっと回してみようか、最初にね。で、その日の運勢を、天使お守り悪魔で、ね、紹介したいと思います。はい。じゃあね、まず、100円玉。はい。じゃあ、用意しました。入れます。はい。いきます。はい。ちゃんとセットされました。はい。じゃあね、出口ここですね。はい、回します。天使か悪魔かお守りか、いきます。はい、出ました。はい、悪魔悪魔ですよ皆さん。でもちゃんと回りましたね。完全稼働品です。いやー、悪魔やん。いやー、もうめっちゃ悪魔。これ何段だっけな。92だから4段、5段、6段、何段でもいいか、ということでね、これをね、まあ、100円入れました。この100円はどこ行ったかというと、私は分かりませんあのね、中見たわ、ほんと全部見たわけじゃないんでね、どこに100円がいったか全然わかんないです、まあね、おそらく多分ここら辺の下の方にあると思うんで、多分外せば取り出せると思うんですけど、まあ貯金箱代わりにねしたいと思います。これは、はい、まあかなり高価な貯金箱になっちゃいますけど、はい。で、ここですね、屋根を外して、こういう具合で外せます。はい。で、まあね、また、インします。まあ、じゃないと減っていくんでね。中はこんな感じですね。こっちか。はい。はい。こんな感じで入ってますね。古いわ、作りが。はい、君も貼られたら貼り返そうっていうことでね。はい。はい。はい。つうことでね、まあ今回の動画はね、まあかなり。レア商品、こちらをね、紹介させていただきました。皆さん今ね、AK びっくりマンがね多分出てると思います。まあね、これを見てる時期がね分かりませんけどね、1年後に見てた人はもうそんなの大昔の話になっちゃうけど、今 AK びっくりマンが出てる
ですね、ちょっと前にニックリマンが出ててね、という感じでね、どんどんね今コラボしてビックリマンブームがね復活しつつあるんでね、まあほんとね当時の人からしてみれば結構嬉しいじゃないですかね、ビックリマンが再燃してね、はい、ということでね、今回は、この珍しいねガチャガチャ本体の募集じゃねえよ、ガチャガチャ本体の紹介ということでね、しかもすごく昔のですね、今時ないだろっていうぐらいのあのこのねレバー、うん、やっぱ100円入れないと回んないね、まあ、当時100円だったかなって思うんだけど、100円だったか100円じゃなかった、100円だったな、100円だから100円だったんだろうな、はい、まあ、ということでね、これで、私は散々、小学校の時に泣かされました。はい、もうね、ショックですよ。ロッテじゃないっていうね。後で偽物っていうのでね、ニュースになりましたからね。はい、ということでね、懐かしさでね、見てくださった方、いいねボタンを押してください。それ以外もね、チャンネル登録していただければ今後もね、ビックリマンとかね、結構紹介していきたいと思います。はい、私もね結構ビックリマンコレクションしてます、当時のね。はい、まあざっとですけどね、まあこういう感じで、当時のビックリマンとかね、あります。はい、まあ、懐かしいですよね。結構こういうホログラムね、キラーとか普通にあったんでね、今出ないでしょこのホロね、当時はこういうホログラムとかあったんでね、まあこういう感じで、昔のねほんと三すくみ、天使お守り悪魔もありますしね、はい、まあ、今バーっていきますけど、まあね後々、まあ詳しいね、動画とかもリクエストがあればね、本当やりたいと思います。はい、ということで、今回も、